この間、父の日があったでしょ。あったね。え、一週間前ぐらいかないきなり妻がね、いきなり、父の日どうするって。お酒かなんかいいって言われて。聞いてくんの本人に。え、何ああ、なるほどね。なんか、えなんか、 くれるんですかなんかって思ったらもうそれをやっぱさ、その実家のね、自分たちの両親になんかな、どうするっていう話だったわけなるほど。そうそう。だからそりゃそうだよな、と思ってただそれをちょっとこう聞いてた、子供たちがね、ちょっと、まあみたいな。内緒にしてよ、みたいな。ああ。お、えあれこれまた、このパターンだと。前、誕生日、 かなはいはい。そう、ちょっとサプライズみたいななんか、ちょっとプレゼントみたいなね。あ、またこう、父の日もなんかもしかしたらあるんじゃないか絶対これあるぞ、何か。そっか。うん。やっぱり、自転車で傷つけて嫌われたとはいえね。父の日まあまあまあ、イベントごとはね。そうそう。あるな、つって。まあまあ、それもちろん当日まではまあ何もないよね。当日迎えてさ。で、その日が、 えー、結構遅かったの、えー。18時ぐらいから仕事みたいな。夜ね。うん。だからそれまで空いてると。うん、でちょっと、お散歩でも行こうかな。昼ぐらいね。<う>で、自転車買ったからね、その長女がね。自転車ちょっと練習がてらお散歩行こうかっ,ってるほどで、お散歩行ってさ。うん。で、外出てちょっとこう、歩いてるぐらいで、妻が。<う>よしじゃあケーキに行こう 何ツーブツーブバラスというか。何そうか、ケーキのパターンね。父の日。父の日ケーキパターンあんまり経験ないけど、まあ、それいいか別に。パパありがとうみたいなプレート。悪くない。いいね。つってケーキ屋行ってさ。で、ワンちゃんね、ティムくんも一緒にこう行ってたから。そしたら妻がその、私これティム見てるから、パパ買ってきたよね。あれ 私、あの、ガトーショコラ子供たち、ショートケーキで、みたいな。俺うん。いいの俺こいにじゃん。俺のだよね。俺のだよね。バレちゃうけど、いいの俺っつって。は、もう、もしかしたら、じゃあもうこれ、店員さんに言って、澤部が入ってきたら、もう、父の日ケーキ、こちらでよろしいですかうん。パパありがとう。 パターンかと。あーもう予約してやって。それはそれでオシャレなやり方だなと思って。そうそう。予約してやって。お題はいただいてますそうそうそう。よく行くケーキ屋さんだから、もちろん俺のことも知ってるし。あ、なるほど、そのやり口か。なかなか手の込んだことやってくれんじゃねえか。つってお店入ってさ。ね、若い男性の店員がね。パート俺の顔に。でもかポカンとしてるから。おい、おいおいと。お前な、初日かおい。引き継ぎできてないな。なるほどね。父の日の澤部のケーキ。 父パパが来たら直接あの渡してくださいっていう引き継ぎができてないじゃん。サ、うん、サーベーベサーベ,サーベ,サ,ーベ,サ,ーベサーベって思ったんだけど、<laughs> <は>ずっと何がなりますかみたいな感じでやってるから、うんうん、いやいやいや、うん、ちょっとじゃあもう、気づかすかうん,うん。匂わすしかないから、つって、ち、うん、チ,チ,チ,チ、チーズケーキとかねあるから、ち、うん、ち、ち、チぃ、チぃ、チケーキ。<laughs> 木の左のああは何ですか、うん、みたいな<う>父の日をこうちょっとサブリミナル的に入れてね。ああ親父だからね。チチチチ チーズケーキの左のケーキは何ですかみたいなさ、気づかすために言ったり、散りばめたりしてたんだけど、それも全然、あ、これ、なんだろ、なんだろ、なんだろ、なるから、なんだこいつって、もう普通にガトーショコラとさ、ショートケーキと、自分の、お礼用にね、リコッタチーズタルトみたいな、なんだ買ってさ、あれっと、 何もなかったな。ケーキも違うのただケーキ食べたかっただけなの、うん、奥さんが。うん、あーっつって。で、その後、ま、自転車こう、練習ね。うん、ちょっとしながら、みたいな。うん、そしたら自転車、その、ちょっとこう、妻が、娘に対してちょっとこう、怒るというか、うん、やり方、自転車乗り方。うん、こうちゃんとブレーキ、常にこう、かけられるようにしときなさい、みたいな。うん 危ないからね。手をかけとく。手をかけとくっていうね、ねブレーキに。<ー>でもちょっとそのブレーキのこの何あれが遠いと。 子供の手まだちょっとちっちゃいしさあ<ー>。ああ。そう。ちょっと遠いと。指が届かない。指が届かないみたいな。で、さらには、あま,まあ買ったばっかだし、まあ硬いみたいなね。あ,<ー>あこれでちょっと危ないなと。ねうん、でもこれこういうもんなんだろうけど、子供自転車どうするっつって。うん、じゃあ自転車ちょっと持ってってみようか、ってなって。うん、自転車や、その、この間買いに行ったとことはまた違う。<ー>一番近所の自転車に持ってったの。 その自転車、そうそう。で、持ってったら、もうちょっとブレーキ、その、おじさんがね、自転車のおじさんがブレーキ触って、ああ、これだ、大人用の、これ、あれだ、ダメだね、って言われて、大人用のあの、広さだし、硬いし、ダメだね、みたいな。やってくんなかった自転車屋さん。言われて、なんだよ、ふざけんなよ、って。前の自転車やってくれよ、つって、思いながらさ。 で、おじさんがパッパッパってやってくれたの。うん。そしたらもう、距離も近くできるわ、しっかりさ。できんだね。あれできんだよね、ブレーキ。ーで、もう、あんまり硬くないよ。ゆるくはできる、ね。ゆるくして、でもそれでもちゃんと効くようにね。<ー>ちゃんとこう設定してくれて。<ー>うわー、って、それもう子供テンション上がってさ。うん、もうブレーキ、ブレーキかけまくりね。うん、<laughs> <laughs> いやいや、こぎまくりはわかるけど。<あー> <laughs> ブレーキかけまくりはね。かけまくり。<ー>もうバイク、ジャックナイフみたいになってたから、もう。ジャーン氷に上がっちゃう。氷に上がっちゃうみたいな。<ー>ぶっこみの択の悪霊の壁ね。あのチキンレース。<laughs> あったな。長男 <laughs> 江の島でやってるチキンレースの択みたいな。ジャーン、えー、みたいな。<laughs> すごい効き目よくてね。あ<ー>まあまあブレーキの練習だったらこうやってた、うん、海突っ込んじまうんだけどね。<laughs> いや、よかった、これ、これなら安全だ、みたいな。ただでもそのケーキをさ、そのカゴに入れてたから。それやめなやめなやめなよ俺もうすぐ気づくてなんでさ、その練習の自転車のカゴにケーキ入れとくのバカなんじゃないのベビーカステラの、みたいになるからね。やめなよ、ベビーやって気をつけてね、なんて言いながらさ。で、家帰って。したらもう夕方。四4時ぐらいかな。家着いたのが。 そしちょうどこうテレビでさ、お父さんと一緒がやっててね。うん、そあんだ。日曜日やってんのよ。お父さんと一緒。お母さんと一緒のお父さん版。お父さんと一緒やってて。これもうちょっと父の日というのを、もし忘れてたらあれだしね。ちょっとなんとなくお父さんと一緒なんて見てたら、めちゃくちゃ感じるじゃん、そんな。父。父衆は。父の番組そうそうそう。お父さんと一緒やってるね、なんつって。 妻子こう、どもたちに、ちょっとアピールしながら。したら、その、大森なおさんあの、俳優のね。大森なおさん出てんのね。お父さんと一緒にさ。ちょっとドラマっぽい作り。してんので、そう、大森なお、大森なお出てるよって言ってさ、俺が。みんなにね。えみんな大きい声で。興味あるか大森なお出てるよこの子供興味だる。大森なおさん。すごくない大森なお出てるけど、すごくないってさ。 妻もおーすごいあー、うん、おでもなんかちょっとあんまり反応良くないな。そりゃそうだろ、ね、う。<laughs> 子供終わ凄さわかんねえだろの大。で、そのお父さんと一緒の<ー>終わって、うん、え次が、えー、ミッフィーちゃんね。んミッフィーちゃんがなんかアニメでやっててさ。ちょうどそのミッフィーちゃん、ミッフィーが、 お母さんの誕生日をお祝いするみたいな話でね。うん、なるほど。サプライズでみたいな。そんなような話でさ、<ー>そう。まあそれをまたこう見てさ、もしこれサプライズで、妻子供が父の日やろうとしてるなら、うんうん、このミッフィーのサプライズでまたちょっとこう、ドキドキしてるかな、とかね。言われるバレるよ。そうそうそう。そうそう。そした俺もそれ見ながらさ、うん、まあ仕掛ける方も仕掛けられる方も大変だよね。うん、なんつって。<laughs> ちょっとジャブだよね。ジャブ。ジャブ。でも嬉しいけどね。嬉しいけどね、つって。もういいよ、今。いいよ、今始めても。っていう合図をね、父の方から出したんだけども。まあ結局何も始まらず。そう。で、もう。 18時、仕事に行かなきゃ,なきゃってなっちゃって、ああ<ー>、何にもなかったな、俺がいるこの時、仕事の前はね、うんうん、ああ、やばいな、なんともなん仕事行ってさ、うん、仕事中もね、ずっと父の日のこと考えながらさ、うん、もう、<laughs> 仕事なんて身,な、ね、身が入らないね、やっぱね。うん、で、家帰ってきたらもう10時十ぎ、11時ぐらいかな、うん、家帰ってきたら、もう、ほんと、こんなに、 暗いってぐらい暗いのね。家いや、もう遅いだろうな。いや、本当に。つって電気パッてつけて、したら全然サプライズがある感じ。ただみんな一瞬考えたけどね。ただの終身ただの終身しっかりとした終身ね。で、はぁってなって。で、自分の部屋に着替えよう。つって自分の部屋行ってさ、着替えて。ってやつったら、自分の部屋の机に折り紙ね。折り紙がこう半分に折ってあるのが置いてあんの。 ああってうわ、これ、あ、そうだ前もあったなと。去年誕生日とかクリスマスの時とか、その折り紙にお手紙。おー。頂上からこう、もう、書けるからね。パパ、おめでとうみたいな。なんか、書いてもらったのもあったなあ、そのパターンかうーってああありがとうつって。で、折ってるその折り紙ちょっとパッて開いたら、もう何も書いてないの。無の、無の折り紙でさ。あ、無だ ただの折り紙もうの折り紙だ、つって。あ、何にもないじゃん。ああ、そうか。何にもないねって。本当に悲しそう。ええ、つってさ、もう、ああ、ケーキ食べようって一人で、ケーキ食べようっって、も開けたら、もうぐちゃぐちゃね ブレーキ、ガンガンやってたから、もうリコッタも、もうガトーも、ぐちゃぐちゃ。もう地獄のような、チーズケーキ。すごしうちだぐちゃぐちゃになっちゃって、そのぐちゃぐちゃの、もう、チーズケーキをね、ぐちゃっとチーズケーキをさ、一人で食べて、ちょっと、涙が、ほう伝うという。結局、その後、この数日間も、 まあ何もなく。子供小さすぎんのかな。まだそういう時期じゃないのかな。母の日はやったんでしょ母の日はやったんだね。白鳥、えー、<laughs> 恵美子の夢の行方でした。あの、先週、澤、はい、部家でね、うん、父の日をお祝いする動きを見せないので、はい、父の日だと気づいてもらうために、父一チ,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 チーズケーキの みたいな。横の、みたいな。お父さんと一緒やってる、みたいな。ので、ちょっとサブリミナル効果を狙って、なんとかっていうね、結局、なかったんですかないです。わ悲しいもんだね。悲しいもんだね。うん。そしたらリスナーからね、父の日のサブリミナルの入れ方案が送られてきたので、 ちょっとご紹介します。ちょっとご紹介しますね。ラジオネームサく僕がもしお父さんになったら、家族にしつこいぐらい勝負を挑み、じゃんけんほいあっちち向いてほいと言いまくることで、父の日の存在に気づいてもらおうと思います。ああ、これはいいですね。あっちち向いてほいってあっちち向いてほいね。あっちち向いてほいですね。 もう一個来てますね。ラジオネーム、マッスルサイト。来年の父の日にプレゼントをもらうためには、今からサブリミナルを仕込んでおくことが大事だと思います。きっと、娘さんはアニメが大好きなお年頃だと思うので、ちょっと口ごもりながら、赤ずきん父見ようよ。赤ずきん父見ようよ。と、しつこく誘えば、良くも悪くも意識にすり込まれるはずです。赤ずんちゃちゃをもう知らないから。マジで。赤ずきんちゃちゃ。ありましたよね。ありましたよ。 名作ですよね。名作です赤ずきんちゃちゃアニメね。知らないから、やっぱりもう今の子は。赤ずきんちゃちゃってあれだよね。大おっきくなるやつだっけそうだよ。ああ。赤ずきんち、赤ずきんちち見ようよって赤ずきんちゃちゃをまず見せなきゃいけないですけどね。ちょっと、やろうかな。来年のちちゃちょっと今から。赤ずきんちゃちゃ見せて。今うちにちゃちゃ見せて。好きにさせて。赤ずきんちち見ようよ。う悲しすぎだ